新喜劇見てくれた人全員マブダチなのコーナーということで今回のゲストは松浦慎也くんです。松浦慎也です。よろしくお願いします。松浦、ま、テキーラのやつそれ。じゃあテキーラ。いやもうあの松浦慎也ですって言った後にやる必要はないと思うんだけど、いつも思うの詰め込みはいいってもんじゃないと思う。ごめんね、ちょっと説教みたいな感じで始まっちゃった。おい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 。切れるだ切れるだ。ボン千葉の組み合わせ。はい。今別府千葉の組み合わせ。はい。それよりも、はい、やばいのが松浦千葉の組み合わせ。実は、今日は何をやってくれるんでしょうか。はい。新劇団のあるあるをやりたいと思います。よろしくお願いします。このやつ、はい、この間ね、あのもじゃさんのイベント一緒に出た、うん、小西武蔵のおあるあるを、はいはいはい、ね、はいはい、知らんけど知らんけど小西はツイッターのプロフィールめっちゃ書く。え、どういうこと、どういうこと。いや、あの小西って、うん、あんな感じのひげぼうぼうで、はいはい、あのロン毛で、うん、もう芸人やってますって感じの、うん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 、ああいう子ってあのツイッターのプロフィールお笑いなどとか、まあ、芸人やってますっていうなんか書いてそうじゃないですか。小西はあのツイッターのプロフィールにもう経歴全部書いて、あの一択に、うんうん、あの靴職人やってましたとかすっごい文字数きちんと書いてるから全部全部伝えたいんだよ。なんかね、うん、これを見てくれっていう。小西くん一回ね営業で一緒になってた、ね、はい、小西くんそのロン毛だから、はいはい、2つ結びに、うん、あのしてて、はい、帽子かぶってて脱いだら2つ結びみたいなネタあるでしょ、はい、それをね営業でやるときに、はい、なんか長時間帽子かぶっちゃってたみたい で、うん、本番帽子脱いだら髪の毛ベッタってくっついて全然二つ結びじゃないの。ツインテール。オールバックの人みたいな普通に。でも本人は二つ結びになってると思ってるから、はい、その二つ結びの顔、こうボケた後の顔になってる。でも全然ウケない。だってオールバックの人がちょっと帽子脱いだだけだ。なるほど。本人からしたら二つ結びになってるのにいつもの定番の俺のつかみなのに、はい、すごい滑ってるってなって、で慌て始めてもうセリフも全然喋れなくなって、でそのやっとそれぐらいになった時にほろってそんなことあるよみたいな、うんうん、言ってた帰りの、うん、まあ私服すごいおしゃれじゃん。せめてみたいな、なんかね、はい、すっごい落ち込んでるあいつの背中、うん、なんかすっごいおしゃれなハットと紫色のロングコート着ててそれがもう笑けて笑けて生きっちゃってね。そうそうそう、はい、だからあいつはだからほんまになんか緊張しいの、うんうん、そういう見てくれっていう感じの可愛いやつなんだ。それもそうそうそう、さっきのプロフィールの話も、はい、そんな情けないことになっちゃったことも、うんうん、もう後輩からもうガンガンいじらせれば、そう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 、いじってもらったら、はい、小西君俺もっと面白くなると思う、うん、もう分かった、もうセンスはもういいからって、センスあるよはもういいから、うんうんうん、出せって言われたぐらいが、うんうん、もしかしたら彼は面白くなるかもしれない。ダサいことどんどん出していくと。そうですね。ね。はい。続いてもあるあるあるんですか。じゃあ、井川。お、ゆりかさん。うん。結婚記念でやらせていただきます。うん、知らんけど、知らんけど、ヘビロテのズボンにめちゃくちゃ毛玉ついてる。切ないな。なんでなんですか。いやもう結婚したばっかの人もそんなネタ言わないであげて。なんでなんと思って、冬場にずっとね、スウェットみたいな黒いズボン毎回履いてるんですよ。遅刻しそうでもうそれだけ履いて、うん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 、出てきたとか、うんうん、やっと思ったんですよ初め見た時ね、はいはい、うわすっごい毛玉ついてるって思ってあー遅刻しかけたいなと思って、うん、なんなら髪の毛ももう、まあ、ちょっとくくっただけの感じだし、うんうん、あ、そうなんかと思って、うん、で、また別の日があったらまた入ってる、うわ、ヘビロテやんこれ。すごいお気に入りなのか、はい、でもちょっと心配になるよね、うん、そんなにズボンないのかなって。で、喋りかけてない
なんですか。普通に喋ろうやって思って。いや、それは喋り方がそうなんじゃない。なんですか。もうモノマネしてるの今。モノマネしてます。面白いかもしれない。なんですか。じゃあ毛玉カッタープレゼントしてあげれば、でその毛玉カッターで毛玉取って、ね、うん、その毛玉もここにSDGs です交渉成立ミスターオフレさんのアルバム、うん、やっていきます。知らんけど知らんけどミスターオフレスイッチヒーター。え、どういうこと？スイッチヒッターって言ったら、うん、右左両方で打てる。あ、なるほど、はいはいはい。この間で、遅れ師匠が実際にそのなんか例えてるわけじゃなくて、はい、え、ほんまにこの間バット持てんの？あの人それがまた結構あるんですよ。お、この間住之江で、うん、デートしたんですよ。ほぼほぼデートですよ。おうおう遊び行ったみたいな2人で、おうバッティングセンター行ってその後、住之江協定行って、うん、その後、焼き鳥食べて帰ってます。うわ、楽しそうだな。キャッチボールしました。それ何？キャッチボールとか、はい、バッティングセンターとかめっちゃ行ってるじゃん、僕。そうなんですよ。なんか、でも野球もともと好きみたいな、うん。あ、そうかそうか。で、あの、キャッチボールも、うん、なんか体幹がやっぱしっかりしてんのかなと思って、うん、球緩いんですけど、伸びてくるんですよ。その、だから。え、ていうか、遅れでしょ。こ肩より上に手上がんの？バッティングセンターもスイッチヒッターなんて難しいんじゃないの、はい、そうなんですよ。で右でやりだしたら次左で打ち出して、え、師匠スイッチヒッターですやんって、あの、え、いつもやるんですかって、いやでもあの草野球の時は、うん、ミスったら、うん、さんまさんに怒られるからせんかった。へえー、そんな話なかなか聞きませんからね、はい、確かに。でも遅れ師匠ってことは無駄が嫌いじゃん。はいはいはい。すごい歩くコースとかも、うん、なんかあの曲がり角とかすごいあのビルの角スレスレで曲がって最短距離よね。その歩行者の信号ももうすぐ赤になるんじゃないかみたいなのを感じた時の、うん、ギュンって結構まあまあスピードになるじゃん。え、そんなに速く動けんのってなる時あるよね。見切りもすごいんですよ、うん、結構信号、うんうん、離れてんのに、うん、あ、これいけるわ。うん、わかるわかるわかる。あるよね。いけますこれ。うんうん、まあまあありますよって。うん。いけるいけるんす。だから、俺はね、ロボなんじゃねえか。実は、実は。ミスターオクレス師匠には、よく誘ってもらってて。うん、はい、あの。何人かね、はい、あの、森田真理子ちゃんとかもそうだし、はい、ボンちゃんとかもそうだし、はい、その、あの、はい、オクレス師匠に誘ってもらう、はい、メンバーを、ミスターチルドレン。はい。今週のね、新喜劇の見どころの方を紹介していただきましょう。はい、こちらでございます。はい、フィアンセは大家族。はい、はい、楽しい新喜劇でしたね。そうですね、はい、いや、本当にね、まあ、愛ちゃんの、うん、家族が大家族で、うん、何人兄弟、9人兄弟とかそんな感じですね、うん、まあ、そこの、次女の、ゆきえ、鮫島ゆきえちゃんに、うん、そんなに言わなくて大丈夫です。あ、言わなくて、言わなくて大丈夫です。見どころを教えていただきいや、なんかね、なんかでツイッターで見たんですよ、うん、あの松浦慎也の、うん、作品紹介がグダグダすぎて見てられないからまずは気合入れてきたの今日。まずはすぐ見どころ言うから、うんうんうん、あのくっちゃくちゃになるから、うん、まずこういう話ですよって伝えてから、うん、いい、大丈夫、大丈夫ですか。気にしなくていいよ。ちょっとほんなあの見どころだけね、うん、まあ、はい、ほんわか大家族の話ですよ。はい、ね、はい、だからちょっとなんですか、小説の題名風に今回は題作ってきました、うん、見どころ、うん、はい、見どころ、はい、こちらでございます。はい、はい、もじゃ、遥かなる大地。え、いや、いや、これも本当にもじゃさんが、うん、頑張ってるから、見てほしいなっていうのを、ちょっと大げさに言ってる。多分また言われるよ普通に紹介してよ、見どころはただまあ、もじゃくん今回回し頑張ってましたね。頑張ってたんですよ、うん、そう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 、うん、頑張ってました。すごい良かったじゃないですか、うん、なんかこうね、うん、はい、じゃあ初見見てほしい。はい、はい、そして、はいはい、3つ目愛、後部屋の愛見つめ愛の愛が愛だろ、これ愛ですね、うんうん、でもここは、うん、酒井愛の愛にしたいかなって、うん、めんどくせえな
めんどくせえな、反省までしやがって。千葉さんがね、うん、まあまあある役で出るんですけども、はい、まあちょっと、なんですか、怪しいやつ、うん、そうですね、うん、やばいやつみたいな、うん、で、それをもう、まあ昭恵さん、うん、ちょっと昭恵さんと浩平の、うん、ちょっと そんなシーンがあるんですよ、なんかあっちゃうね、うんうん、はい、笑い笑い、ほろり、なに最後、全然面白くねえな。もう小説っぽくもないじゃん、何これ。いや、これだからその、なんかあれですよ、間違った、うん、まあだから間違、お笑い的に間違ったんですよね。つまんないこと書いちゃった。つまんないこと書いちゃった。潔がいいところがやっぱり彼のいいところですからね。はい、笑い笑い、ほろり、はい、まあこれはやっぱ酒井愛ちゃんのね、うん、あの、台本見たとき、うん、なんかすごいドタバタしてて、うん、そうですね、まあ正直大丈夫って思ったんです。昔の新喜劇の要素も取り入れつつ、うんうん、でも今の時代に、はい、またこれね、あの当てはめた感じで、そう、最後はちょっとほろりときましたよ、うんうん、僕も大家族の中の一人でしたけど、はいはいはい、あのすごいほろっときました。なるほど、はい、笑い笑いほろり、笑い笑い、はい、それもあれですか、髪の毛がほろりって言っちゃったんですか。違います、これはもうボロリです。あ、ボロリ。ここね、中心だもんね。あ、ボロリってボロリです。こういうさ、あの、うれ今ね、ちょっと皆さん分かんないかもしれないですけど、こうやった時の首の力すごい強い。ね、全然この辺以上曲がんなかった、もうすっごい力です。なんかあるの、ライアン。ここですよ、ライアンの、はい、ライすげえ硬かった今。こんな硬い首初めてだ。最後ちょっと荒れちゃいましたけど。ということで、今回のゲストは松浦新役でした。ありがとうございました。バイバイ。